はい、こんにちは。今日は何話そうかな。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、パニック障害とか、まあそのうつ病になった時は、市役所に行きますとね、福祉課っていうところがあります。で、そこで、申請をしますと、自立支援が精神通院証書っていうものが、申請できるようになります。で、そちらの方をですね、申請しますと、その日から、保険の、通常ですとね、3割負担なんですけど、1割負担に借ります。かつですね、領収書を取っておいていただくと、それを後日市役所に持っていきますと、振り込みになります。ですんで、実質、精神通院に関しては無料になります。で、まあ私はちょっとこう、うつ病っていうよりもその上のランクに今ちょっと今該当しちゃってるんですけど、ですね、全てにおいて適用される割引ですので、これはぜひ使ってもらった方がいいと思いますね。1ヶ月2ヶ月で治ればいいんですけど、どうしても長期になります。やっぱり1年かかる人もいれば、10年、20年、30年かかる人もいます。その間、3割負担で通院し続けるっていうのは非常にもったいないです。無料になりますから。その辺は、最寄りの市役所、ないし区役所、まあ、そちらの方行ってもらえれば、申請が可能だと思います。まあ、行政によって違うと思いますけど、独立してますので、まあ、私の住んでる地域では、すべて無料ということになります。ですから、こちらの方はまず申請していただいて、やった方がいいかと思います。私はこれから26日ですね、ですね、まあ、重症化してますので、精神病棟入院っていう形になりますので、はい。まあ、その時の、まあ、治療方法とか、まあ、そういったものはみんな知らないと思いますので、まあ、その辺も、アップロードしていこうかと思ってます。今日は、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。